セキュリティのあれ雑談編テンション低いな、固くないですか、どうしたの、ちょっと落ち着いた感じでね、あもうね収録終わりましたからね、雑談編、もうあのなんか雑談編なのにすごい事前打ち合わせしてる。いやこれ、ね、いや話す内容ぐらいはねやっぱり大事です、雑談編ね意外に見られてるのよこれ本当にみんな本編も見てね、そうそうそう、雑談編も、ね、ありがとうございます。本編と雑談編どっちが大事なんですかね、え両方、あ両方、雑談編の方が人気出たらどうするんですか、どうしようか、雑談編がメインってこと、雑談編メインで、まあ、それでもいいかなっていう感じですけど、ね、まあでもほらこれがね一番もともとのジリークスのさ、はい、ポッドキャストのポッドキャストね、ね、ポッドキャストをね、あのこの動画を見てくれた方がポッドキャストを聞き始めてくれたっていうのをちょっと見まして、まあ、過去にやったんです ね、うん、あ、さ、ありがたい、ありがたい、ポッドキャストはさ、はい、もうこれに置き換わっちゃったからやんないの、うん、なんかあれどうしたの、うん、やりますか、あれね、なかなかね最近時間が取れなかったんですよね、うん、お互いにでも時間が取れないっていうのはね言い訳ですよ、あ時間作らなかったさ甘えて、うん、まあね、まあこういう形で、ね、例えばさこういう収録のさ時に、あここちょっと思ったのはとか仕事で一緒することあるじゃないですか、うん、こう3人で年に 1,2、はい、回とかあるでしょ、まあ、そういう時のなんていうんですか、うん、セミナー終わった後とかの反省会、うん、はい、前さ、まあ、今もやりましたよね、あの、うん、そうそうポッドキャストとかあとユーストリームで、ね、講演終わった後あユーストリームが僕たちのユーストリームが、あの有料になる前ですね。そうそう。はいはい。そうですね。ね、ええ、こうそのままダダ漏れで控え室の様子を流したりとか。そうですね。まあ、誰が聞くのか分からないけど。実験的なことをやってましたよね。うん、誰が聞くのかってあれ、うん、会場の人が聞いてましたよね。聞いてましたね。うん、意外に聞いてるんだよね。そう。ね、うん、あのあと悲しいことにあの反省会の方が面白いですって言われて。悲しい。そうなりがちですよ。めっちゃ悲しかったですねあれ。そうなりがちなりがち。あと僕しか反省してないでしょいつも。いやそんなことないよ。本当ですか？うん、僕も反省してますよ大いに。まあ、あの2月末まもなくね、はい、私たちあの東京から、あそうです今月東京今月ですよ。あそっかそっか。2月、ね、でもこれ公開されてる頃には、うん、あの終わってる可能性もありますけど。ね、あその辺がそうだ ね。じゃあ3月の大阪と福岡。大阪福岡ありますんで ね、 そうですね。そこに来ていただける、ね。3月のだとこれ絶対公開されてます、ね。前回もそんな話したと思いますんで、絶対皆さん覚えてくれてるはず。そうね、そうね、ね、会場で会いましょう。そうね、会場で会ったかもしれません。まあ会場ではこの感じじゃないですよね。みんなスーツ着てね。見たことがない。スーツ着たことないじゃん。見たことはセミナーでスーツ着たこと一回もないよね。最近はね。あんの昔は。あるある。え、あんの ?2 回ぐらい。数えるほどしかないじゃん。僕がスーツ捨てる前です。ああ、ないんだ。あ、でも僕もね、セミナーで、多分ね、辻さんの影響だと思うんだけど、はい、セミナー前はね、うん、一応ちゃんとスーツっぽい格好して喋ってたんだけど。スーツっぽい格好なんスーツっぽいって。いや、ネクタイだけはしてないとか。ああ、ね、はいはい、うん。クールビズ的なやつとか、ね、うん、やっぱ最近もうスーツ着ないね。だって僕はスーツ着てるの見たことないですね。はい、仕事中に。俺がスーツ着てるのもあんまないでしょ見たこと。昔はしたよね。最近はないと思う。いやいや昔もないですよ。あ一度もない？一回しかないです。あそっか、じゃないかもね。もう観光総裁ぐらいパーティー的なだから。あそうそうそれぐらいしかない。はいはい。何の話だっけ？セミナー頑張ろうなっていう。あれですよ。元々のポッドキャストをあそうそうそうこれを見てくれた人が聞いてくれるっていうレスポンスがありましたっていう話なんですけど。まあまあこの雑談編がポッドキャストがありか。ポッドキャスト、ね、近いものがあるかな。これほらだって別に動画じゃなくてもね、こう耳だけで聞いてもさ。絵はほとんど動かないでしょ、ね、そうそうそう。なんかその話してなかった雑談編なんかこうなんか。通勤の時にダラダラ聞いてくるのにちょうどいいとか、そう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 、なんか言ってる人いたとかね、あのそうですね、ダラダラ聞くのにちょうどいいって言って、ね、そうそう、ダラダラ喋ってますからね、はい、僕はね、そうですね、しっかり聞かなくてもいいから楽って言ってます、うん、まあそういうのもあっていいじゃないですか、そうですね、ノリがね、うん、今日収録終わりましたけど、はい、終わりましたね、うん、どうでした？今日さ、はい、あのほら毎月収録、はい、何があってんの？いや今僕に質問して答え言うてないように話進んだなと、いやまあいいですよ、はいはいはい、今日なんですか今日はさ、はい、あの毎月の、ええ、次笑顔がなんかちょっと怖いんだけど本当ですか、大丈夫です、うん、大丈夫、はい、あのほら収録ね月1回収録してるけど、ええ、今回からほら時事ネタっていうか、うん、1ヶ月分のトピックを、はいはいはい、前回までのやつとか、うん、小ネタをちょっと取り入れるってやったじゃないですか、うん、どうでしたあれなんかね、うん、あの面白いというか、そうですね、そうですね、テンポも良かったんじゃないかな、本編、うん、
で本編というか何か一個テーマ一個テーマ一個っていうのと、はい、今この雑談あるじゃないですか、うん、それの間ぐらいでいいんじゃないかな、うん、あそうそうなんかほらだいぶもう回数もこれで今回やって10回以上15回ぐらいかな、ええ、になったんでだんだんほらいろんなこうバリエーションをこう試してみたいな、ね、うん、そうですね、時事ネタもやりの、うん、まあ、こういう雑談もありの、そうですね、うん、なんかいろんなパターンを、ね、フォローアップいいと思いますよ、やっぱその1回やって終わりじゃないじゃないですか、うん、そうそう、あとほらネタによってね1回じゃ終わんないものとかもやっぱあるし、うん、いろいろこうパスワードなんてね、あ、そう、今日ねパスワードやりましたけど、マスっていう、そうそうそう、あれもねやっぱりこうパスワードってこう長いねこう歴史があるし、いろいろこう語り尽くされてる感はあるけど、まだまだそうですね、ね、言わなきゃいけないことあるじゃないですか、だしその僕らが思ってるほどやっぱり全部に言えるんですけど、うん、広まってない、うん、あ、そうね、うん、届いてないんで、そうそう、毎回ほら、ね、セミナーやるたびに、はい、ね、届けなきゃいけないところに届いてないなって感じること結構あるじゃないですか、うん、いやし、そういう話もねセミナーですることもありますもんね、そうそう、うん、まあ、だからね、まあ、繰り返し大事なことをね言っていかないと、はい、だパスワードなんかも、まあ、まだまだ何回か、うんうん、いけるネタとしては、うん、取り上げて、う、ね、うん、今日はパスワード管理の話しましたけど、もうなんやったら1ヶ月分公開されるの全部パスワードでも終わらないぐらいですからね、ちゃんと今月はもうパスワードとかね、うんうん、それでもいいぐらいですよね、そうそうそう、まあ、なんでいろんなパターンやりたいなと、あれね、あとそうそうそう、はいはい、その時事ネタの中で DDoS の話したけど、うん、なんかこの間、そう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 、前回の雑談編でね、その、はい、辻さんが一人シーサーと始めましたってやって、そうですよ、ここでこう紹介したじゃないですか、うん、シーサーとドット忍者ね、なんかメインが、はい、ドス攻撃受けたって話を聞いたんですけど、そうですよ、2月のね1日と2日2回に分けて、うん、あ、辻さんのサイトもとうとうドス攻撃受けることになりましたな、とうとうってまたサイト作って2ヶ月ぐらいすごいよね、うん、とうとう DDoS を日本で初めて個人で DDoS を初めてかどうか分かんないけどかもしれないかもしれない、日本の個人のドット忍者ドメインで初めて、ドット忍者があんまいないですけどちょっとどんな、はい、せっかくなんでいいどんな体験なんで、うん、はいはいはい、まあ、受けた本人はあれかもしれないけど、どんな様子だったかちょっと軽く教えてくださいよ、朝なんですよ、うん、まあ、2月の1日2日両方とも、まあ、8時ぐらいから始まってるんですよ、はいはいはい、攻撃をログ見たらね、はい、で、まあ、プロバイダーというか借りてるところですね、事業者から、うんうん、連絡が来まして、まあ、それよりも前になんかツイッターだとか、あとは知人がメッセンジャーとかで見えないよって、つながられへん、つながらないんですけどみたいな感じで、なんかサービステンポラリーなんとか、何でしたっけ、そうそう、503でしょ、503、そうそうそう、僕も見たら503であれと思って、そう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 、で503になってるっていうのがまず聞いてて、うん、で、あ、なんか来てんのかなってこうなんとなく思ったんですよ、うん、勘が働きまして、はい、で、メールのその事業者に登録してるメールアドレスのメールを確認したら、うん、来てたんですよ、そこから。どんな内容ですか？で、大量のそのアクセスが集中してきてるので、うん、もちろんそのサーバーって言ったら僕だけじゃないんですね、はい、共有でね、共有でやってるやつだと思う、はい、安いプランでやってるんでね、うん、でそれで他の人にもちろん影響が出てしまうじゃないですか、はい、僕のところのせいになっちゃうんですね、そこがダウンしちゃうね、僕のためだけにね、うん、なので、僕のそのドメイン、シーサート .忍者に関しては、はい、接続数とかの制限をしてるんで、今こうなってます。ああ、だから503になってるのかっていう、うんうん。まあ、共有のそのサービスではよくある対応ですよね。はい、なんで、まあ、向こうが気づいて、まあ、いくら行ったら止めるのかとかっていうオペレーションしてるのかまではさすがに分かんないんですけど、はい、そういうふうな流れで止まってたという、うん、まあ、他に影響が及ばないように、事前に手を打ちましたと。うん、そうです、そうです。うん、で、ログもすぐ確認したかったんですけど、うん、1日前のログとかしか見れない、ローテとしてると思うんですよ、空論かなんかで、まあ、それは多分ね、そのサービスの品質によってすぐ見れるものもあるから、そうです、ね、1日前しか見れない、まあ、それはしょうがないなと思って、はい、で、まあ、次の日にログダウンロードしたりとかすると、はい、結構な数のアクセスが、まあ、503返してるのもあったんですけど、うんうんうん、で、その日はそれで、まあ、ログで、あ、これ後で見なあかんなと思って、うん、結構な数ザーッとあるだけ見たんですよね、うん、あ、やっぱり HTTP で来てんのかと思って、うんうん、で次の日も同じぐらいの時間にやっぱり来てて、で結局、まあ、2日と1日と、2日バンバンと上がってきてるグラフとかも、まあ、今はもう見れるんですけれども、うん、まあ、なんかその辺のグラフとかはツイッターかブログとかで公開はしようかなと思って、まあ、こんな感じでしたねみたいな感じの、うん、で一応気になるんで、どんな攻撃だったんだろうかって、うん、本当にこの僕が見てるのは HTTP のウェブサーバーへのアクセスのログしか見てないから、はいはい、うん、プロバイダーだとそれよりも上の、はい、上のというかその他のプロトコル、うん、下の方かな、あ、 下、まあ、下か下で下もあるかもしれないですね見えるかもしれないんで、うん、そうで問い合わせ一応してみたんですね、はい、で一回、まあ、その他のプロトコル、はい、うん、例えば DNS だとかみたいな
か、うん、UDP に来てんじゃないかとかっていういろんな予想も僕あるので聞いてみたんですよね。そしたらちょっとまあ、的外れな回答が返ってきまして、あのログはダウンロードできるように見てくださいみたいな、いやそうじゃなくてってまあしょうがないかなと思って、でそうじゃなくて HTTP はまあ見ましたと、ただそれ以外の例えばこういうのだとかこういうのだとかっていうのをそのウェブサーバーに届く前かもしれないけどそのドメインに向けて通信来てなかったですかみたいなことを聞き直してみたんですよね。そしたらちゃんと検討が返ってきて、一応、まあ、確認できてる範囲という、まあ、断りはあるんですけど、HTTP だけでした。おお、なるほどね。あ、じゃあ、まあ、そこを狙ったそういう攻撃をしてきたわけですね。はい、そうですね。まあ、僕もそのセッション数を絞った、で、503になるようになったってところで、まあ、おそらく HTTP のみの可能性もあるなと思いながらも念のためで確認したんですけど、HTTP だけだったっぽいことですね。なかなか個人のサイトでね、攻撃を受けて対応。なかなかないですよ。いい経験されましたね。そう。でもね、そのHTTP DDoS とか、まあ、DOS 攻撃っていうのを受けた時にどうすんのっていうのって普段から考えとかないとダメですよねって話よくしてるじゃないですか。うん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 、で、それで改めてやっぱりそうやなと思ったのは、うん、僕のサイト、うん、シーサート忍者って別にあれでお金儲けてるわけでもないし、あれで僕は生計を立ててるわけでもないじゃないですか、まあ、まあ、もちろん見てくれてる方に対しては見られへんやんっていうのは、まあ、ちょっと迷惑というか、うんうん、申し訳ないなっていうふうな気持ちはあるものの、別に2時間ぐらい落ちても痛くも痒くもないやと思いましたね、うんうんうん、まあ、なんかサイトによっては、うんうん、もちろんね、そのオンラインゲームだとかお客さんがいるようなサイトとか物を売ってるとか、うん、あとはまあ広告出してるところとかですかね、メディアみたいな、いろいろありますよね、うん、そういうところはやっぱり大変やなと思いましたけど、例えば、まあ、普段から僕が言ってる会社概要出してるだけとか、それぐらいやったら別に2時間3時間ダウンしても、うん、まあ嵐じゃないですけど、もうほっときゃ過ぎ去るでしょうっていうのは、うん、やっぱり実感してみて、改めてね、そう思いました。あ、ね、まあ、うん、会社とかね、それ個人とか、そのウェブサイトが表しているものとかブランドとかによって影響度合いって異なるとは思うけども、そうですね、うん、まあ、なんかそれによってはね、別にそんなに影響を受けないっていうケースもあるなと、あるなっていうのを改めて思ったんで、これからも言い続けていこうと思いました。いいですね、なかなか、はい、うん、いい経験しましたよ。ですよね、うん、いいなと思って、本当にそんな作ってすぐねリードスクールとはね、さすがに思ってなかったんで、ね、うん、いやすごいっていうのはないんですけどね、はい、うん、面白い、ね、興味深い経験、今後もちょっとそのシーサート忍者、うん、そうですね、こうなんか定期コンテンツにしますか、はい、雑談編で、いや、シーサート忍者、今月のシーサート忍者、あ、いいですよ、ね、そういうのなんか強制的に更新制っていうことですね、もちろんそういう紹介みたいなね、うん、はいはいはい、ね、そういうのもありかなと思って、ネタね、これやろうかなと思ってネタもいくつかあるんで、全然書いてないけどまだ、はい、いいですね、やってみないと分かんないっていうのがね、やっぱ多いですから、ね、あ、そうですね、なんかやっぱ頭で分かっててもやってみて初めて分かることとか、そうそうそう、やってみて初めて、うん、あ、これ思ったよりうまくいかへんなとかってことってあるんで、うん、やっぱ大事ですね、当たり前のようなことに当たり前のように毎回気づくなっていう気はするんですよね、うん、いやいや、いい話を、うん、そうですね、まあ、これ続くっていうね、続く、まあね、そうですね、うん、まあそうですね、それ以外にですね、僕たちの話ばっかりをしてもダメでですね、うん、最近、はい、ハッシュタグでつぶやく人が増えていません？あ、そうそう、そうなんですよ、はいはい、まあ、そんな100とか200とかまではないですけど も、 でも、ね、前の一時期思ったらね、そうそうそう、最初の1回目の収録の後ぐらいは、はい、まあ、つぶやいてるのを見ると、まあ、僕か辻さんかみたいな、うん、まあ、そうでした ね、 ね、でもしかも2日ぐらい前の僕らみたいな、そうなんか閑散としてたけど最近ね、はい、ちょこちょこ見てくれてる、前回もそういう話しましたけど、見てくれてるだけじゃなくてかなり深く、いや、見てくれて、うん、いや単にね、そのこういうの紹介してるだけじゃなくて、はい、ブログに感想を書いてくれるってる人がいて、僕らが確認できてるだけで3人、ね、そう、いらっしゃるんだ、いらっしゃってね、ありがたい、ありがとうございます、でコメントとか感想とか、ね、いただいたりとかして、いや本当ありがたいですね、やっぱそういう反応がちょっとあると嬉しいじゃないですか、嬉しい、めっちゃ嬉しいです ね、 ね、うん、そんな中では質問みたいなの、まあ、そうそう、前回も1回、うん、ハッシュタグでの質問を取り上げましたけど、うん、はい、今回もお一人ね、うん、来てたんですけど、その内容をちょっと紹介すると、うん、まあ、情報漏洩の事件がすごく、はい、まあ、多いんですけど、うん、情報漏洩が起きた時に、まあ、その、漏洩しちゃった、はい、漏洩しちゃったというかお客様の情報を流出させてしまった企業が、うん、その流出した人、被害を受けた人にお詫びの、はいはい、品というか送ることがあるんだけど、うん、まあ、結構500円の金券とかを
はいはいはい、なんとかカードとか、そうそう、なんとか券とかね、そうそうそう、うん、多いんだけど、あれはどうなのと、適切なのかねっていうのは、うん、なかなかね、こう難しい質問、まあ、そうですね、答えは、まあ、もちろんないのかなとは思うんですけど、難しい、難しいですね、あれはそもそもね、そのちょっと違うかもしれないけど、おそらくは最初はあの2004年ぐらいだったかな、はい、あのね、ヤフーさんの事件が、はい、まあ、もう結構有名な事件なんでね、はい、言っちゃいますけど、ヤフー BB さんの事件で、うん、まあ、何百万人っていう情報ですが、はい、まあ、あの割とその頃からするとちょっと大きめの、うん、その頃は多かったですね、はい、情報流出の事件があって、うん、で、あの時ヤフーさんが、あ、まあ、500円の券を配ったんですよね、配りました、うん、多分あれが最初の、多分なんかあれが一番のなんか基準というか前例になったんでしょうね、うん、なんかみんなあれをちょっとこう参考に、あれぐらい個人情報1件は500円っていう感じ、本当の価値はどうか分かんないですけど、うんうん、なんかそういうこれで、それに続くのを見てると、まあ、大体500円から1000円ぐらいでお詫びってやってるところが多いような、うん、だからお詫びじゃなくてもありますからね、え、どういうこと、セミナーとかにその個人情報を登録すると500円のなんか券もらえるとか、そういうのでも500円ってよくありますあ、登録したらくれますみたいな、そうそう、それ個人情報売ってるみたいな、そういう感じです、ね、なんかちょっと嫌な感じだね、こう、うん、こう、でも、500円っていう、ありましたよ、うん、あ、やっぱり500円なんかなって、それなんかそういう金券みたいなもらえるの、そうです、はい、へー、そうなんだ、それも同じようななんとかカードですね、なんかそういう相場感ができつつありますよね、うん、どうなんですかね、どう思います、僕が漏洩された立場だったらってことですよね、被害者、まあ、どう立場でもいいけど、あ、まあ、漏洩したことが一度もないので、漏洩したことがないというか、漏洩した、そう、被害に遭ったというふうに認知できるようなことは今まで経験なくて、はいはいはい、さっき言ったDDoSが初めてですよ、だから、はいはい、やった言うたら、やったね、初被害者なわけですけども、500円券をね、そうだねあ、DDoS に受けたから、そうそうそう、そうですね、だからないんで、ちょっとまあ当事者の感覚っていう、はいはい、当事者じゃないか言えるんちゃうのって言われたらもうそれまでなんですけど、僕の感覚と すれば、うん、500円渡されても別に何もないんで、何もできないというか、大した何の足しにもならないじゃないですか、うん、それは要するにこうプラスにもマイナスにもならないっていうこと、うん、なんかその受け取るための手続きだなんだとかってなってくると、うん、その方が面倒くさいというか、うん、あ、なるほど、うん、なんで、まあ、その500円っていう、まあ、僕の個人情報の価値が500円あるかないかっていうのは正直僕には分からないです、うん、わかんないんですけど、もう高かったら高いで嬉しいなぐらいにしか思ってないんですけど、その500円をみんなに配るっていうふうな額って、うん、結構な金額でしょ、漏洩した数によってはね、まあ、ね、100万人だったら5億円、うん、とかだったらば、ね、まあ、その理由、起きた事故の起きた理由もいろいろあると思います、管理がずさんだったのかもしれないし、はい、もう防ぎようのないものだったのかもしれない、まあ、いろんな理由はあるかと思うんですけども、僕はその事故はもちろん悪いですよね、でもその事故をもう二度と起こさないようにするための費用に当ててほしい、対策費用にね、うん、なるほど、だから、まあ、まあでもいや、それでも俺は500円欲しいっていう人もいるかもしれないんで、そういう選択にしてほしいなと思ったことはあります、うん、まあ、今までの過去のね、漏洩の事例でね、500円受け取るか寄付するか、そうそう、うん、ありましたね、500円だったことちょっと分かんないですけど、ありましたよね、 あったあれだったらその対策の費用に当てるか、500円を受け取るかっていうんだったら、僕は間違いなく対策費用に当ててくださいの方にチェックします、そういう考えもあるかもね、うん、一人一人に500円を配るっていう効果よりも、それをちゃんと同じようなことを繰り返さないように、このお金を使ってこういう対策をしましたっていうふうに、世の中に開示してくれる方が今後のことを考えたらいいんじゃないかなっていうは思います、それはあるかもしれないな、うん、500円がいいかどうかは正直分かんないですけど、そう、ね、金額はね、うん、その今ね、その個人情報の価値って言ったけど、うん、あれってその個人情報、漏洩した個人情報の価値に対してお金を払ってるというよりは、うん、その漏洩して、被害に遭って、はい、まあ、もしかしたらその情報が悪用されるかもしれないし、うんうん、分かんないし、うん、あとはまあその精神的苦痛もあるかもしれないし、分かんないけど、そういうものに対するそのお詫びの気持ちじゃない、うんうん、だからまあ情報の価値そのものかどうかっていうとちょっと違う気もするんだけど、なんでその金額はね、まあ、それこそ本当企業側がそういう気持ちを示せるんであれば、うん、まあ、いくらでもいいと思うし、うん、別にそのお金でなくてもいいかもしれない、ああ、まあ、物だとか形はね、はいはいはい、まあ、何でもいいでしょうね、で、その辻さんみたいにそういうのがなくても、そういう対策姿勢でそれを示すことでっていうのも、うん、まあ、僕はそうしてほしいかな、気持ちになると思うんだよね、うん、なんか示し方はね、まあ、いろいろあるから、まあ、適切かどうかって言われると難しいかな、難しいですね、うん、だからね、その
あの僕被害に遭ったことあるんだけど、めっちゃ会ってますよ、ね、そんな会ってないけど、あ、本当ですか、まあ、ちょい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 なんか、うん、ポイントポイントで来ますよね、うん、でちょいちょい会って、そのお詫び、これはちょっとなって思ったのが一つあったのは、今までの自分の体験でですか、はい、あったのは、まあ、カード情報が漏れちゃったんですよ、お、うん、でまあ、再発行とかして結構面倒くさかったんですけど、うん、はい、そこがあのお詫びでって言って、まあ、500円、あ、500円ね、ピンときたわ、500円ってくれたんだけど、はいはい、その会社でのサービスに使える500円のクーポン券をくれたことがあって、うん、なんか複雑な、おかしいかどうかって言われたら、それはちょっとなと、うん、なんか腑に落ちない感は、いや、あの選択肢としてはそういうのもありだと思う、はいはいはい、思うんですよ、思うんだけど、要するにまあ500円は値引き、お値引きしますっていうことなんで、金額的な価値は変わらないんだけど、うん、気持ち的にね、あのいやそれもらってもあんまり嬉しくないなと思ったんですよ、ね、だからなんか、なんかね、お詫びの気持ちが伝わらなかったんです。しかもそれってなんかしょっちゅう使うようなサービスでもなかったそうなんですよ、そうなんです、年に1回2回使うかなぐらいなところで、で正直ね、正直気持ちとしてはもうカードを漏らされたらもうそこ使いたくないわっていう、え、それあのクレジットカード番号が漏れてるんですよね。そうです、そうです。でそのクレジットカード番号を変更するのはの手数料とかは、再発行とかは全部自分、自分でやるんだよ、うん、まあ、ただね、そのそういうあの今カード会社とかって、はい、あのそういうカード発、そういうというかそのカード情報が漏れましたってことに対する再発行は基本、うん、利用者にお金は負担させないんですよ、ですよ、ね、普通は、はい、うん、でそれはカード会社側とか銀行会社、銀行会社で銀行側が負担をする、うんうん、で、そのかかった金融機関の費用は漏洩した企業側が賠償を払うっていうのが、うん、まあ、そうですよね、普通で、例えばあの2年ぐらい前だっけ、そのアメリカの例でね、そのターゲットって何千万件って言いましたよね、あそこをものすごい賠償を払ってるんですよ、ビザとかマスターとか銀行とかに、はいはい、何千万ドルだから、うんうんうん、何百億とかね、偉い人も辞めちゃいましたし、ね、うん、まあ、結構な、だからそういう賠償の金額を払ってるんですよね、うんうんうん、まあ、なんでそのユーザー側からすると別にそういう発行手数料とか手続きは、うん、まあ、あのお金がかかってます、まあ、そうですよね、うん、まあ、面倒くさかっただけ、うんうんうん、だ なんとなくね、気分的にあんまりそのこう申し訳ないっていう気持ちがちょっと伝わってこなかったんで、別にそのいらない、いらないなっていうか、はい、僕的にはちょっとマイナス、うん、逆に、ちょっとなんかそれだったらいらなかったなみたいな、悪いなって思ってる気持ちあるんやろうけどちょっと薄れたなみたいな、うん、なんかいらなかったなみたいな、逆にね、そういうのもありました。確かに人によって感じ方が違うんで、それは、まあ、そうです、僕の場合の感じ方っていう、まあ、何が似合っときゃ問題ないとかで、うん、そういうものでもないですよね、別に僕むしろそういうのあのなくていいんで、うん、っていう気でしたけどね、うん、逆に来ちゃったんでこう意識したっていうか、まあ、これも全然の感覚の問題なんであれですけど、500円もらって嬉しいんですかね、はい、嬉しい人いるんですかね、まあ、いるかもしれないですけど、だ金額の高じゃなくて気持ち、うん、ああこういうのにその、ね、お金を払う、うんうん、まあ、そういうしかないなっていう、うん、そういう姿勢がってことじゃないのかな、多分あの500円じゃなくてあの金額をもらうか寄付するかみたいなところで、そのそういう気持ちからそういう選択肢を多分用意したんじゃないかと思うんですよ、金額じゃなくてお金をもらうことはもういらないですよ、だったら寄付してくださいっていう選択肢は全然ありだと思うんですけども、やっぱりそれ人それぞれ で、 そ、 うです、ね、そんなことをなんか適当なこと言ってんだったら切れるぞおいみたいな、なんか怒る人もいるわけですよね、まあ、そういうの強制すんなよみたいなことを、ね、うん、言う人もいるし、まあ、難しいですよねこういうのはね、うん、まあ、答えはないんでしょうね、うん、難しい、全員がやっぱり一番最初ソフトバンクじゃないヤフーか、あの、はい、一番最初の500円がそこではないという説もなんかちょっと聞いたことはちょっとあるんですけども、なんかそこからやっぱり脈々と続いてきたなんとなくその額みたいなものがあるだけに、なんかないと怒る人もいれば、あ、なるほどね、当然もらえるだろうって思ってるみたいな、うん、そう思っちゃう、そういうのもあるか、あるんだろうなと思って、ね、そっかそっか、難しいね、うん、そうそう、だから500円っていうのはあんまりこう意味がないとは思うんですよね、まあ、ひょっとしたら金券の数字にってことですか、うん、金券の最低額、最低、はい、あの1枚でその500円が最低額だったからっていう可能性もありますし、だからなんかこう、うん、難しいですね、人それぞれだし、うん、事例それぞれになってしまって、ね、うんうん、だからといってこうないから怒るとかあるから怒るみたいな、そういうことはしないでその都度考えましょうねっていうのかもしれないな、うん、いやでもこれなかなか難しいテーマですよね、うん、難しいですよね、うん、答えは出ないですねやっぱ ね、うん、ね、うん、誠意を見せてください、じゃあその誠意って何でしょうみたいな、その話、ああそうですね、うん、まあ、そう考えたらやっぱりいくつか選択肢ってあった方がいいんかなと思いますけどね、あ、そうかもね、うん、
はい、私はあの最初聞いた時には、うん、寄付するっていう選択肢をつけたっていうのがなかなかすごいなと思ったんですけど、それにそれやっぱり反論がやっぱり来ちゃったり、ですよね、うん、ね、対策費用にかけたら、そうそうそう、対策費用っていうのはね、いうのもいいかもしれないね、うん、でいただいたお金をこうするかこういう対策に使いましたみたいな、もちろんそのやったことは共有してほしい、ね、書くとかね、うんうん、そうすればやっぱり気にする大きなところが事故に遭えば遭うほど気にする人も多いわけですよね、うん、はい、で件数が多かったら多いほど注目も集まるじゃないですか、確かに、それに対策にこんなことをしたっていうのを明らかにする義務はないじゃないですか、うん、でもやっぱそこでその本来っておかしいですけど500円、まあ、ごめんなさいねに使うお金をいくらか返ってきた、いくらか返ってきましたけどこんだけ返ってきたんでこれに使いました、これに当てましたっていうのを共有すれば、まあ、事故にはあって、まあ、迷惑もいろんな人にかけたけど、まあ、それとは別の意味で社会貢献できるんじゃないかなと思うので、ね、うん、そっちにお金を使ってくれたら僕だったら嬉しい、なるほど、まあ、利用者にも、ね、はい、その方がメリットはあるかもしれないですね、今後そのサービスを使い続けるのであればそうですよね、うんうん、そうそうそう、まあ、利用をやめちゃう人も中にはね、中にはいらっしゃると思います、そういう方は、まあ、そういう選択肢を取らないっていうのもありだとは思います、はい、自由ですね、うん、ということでね、まあ、なかなか結論が出るテーマじゃないんですけど、はい、うん、でも面白いですね、うん、いろんな考えあって、そう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 、なんであのコメントいただいた、そうですね、ありがとうございます、逆にまたこれ聞いてね、自分はこういうのが思ったとかっていうのをいただければ嬉しいですね、うん、ね、同じあの同じというか全然違うテーマでこんなのも気になるなっていうのも、うん、ね、うん、あの本編とかこの雑談編とか、うん、どしどし取り上げたいと思いますので、大体、ね、うん、パターンとしてこの雑談編が公開された直後に次の回の収録の可能性高いですよね、なので、これを見た方、雑談編が公開された次の週とかかな、が多いのかな、うん、なので、はい、これ見たらですね、すぐ投稿するとですね、そういうことね、私たちがですね、あ、取り上げられやすいピックアップしてね、まあまあ、その後1ヶ月後に公開っていう可能性も高いですけども、そうです、まあ、別に随時でいいんじゃないですかね、気長にお待ちくださいという形で、はい、まあまあね、ぜひぜひ、まあ、でもそれにしてもね、このハッシュタグでのこう反応が増えてきたのは喜ばしいですね、喜ばしいことね、はい、ぜひぜひ本当に今後ともよろしくお願いします、はい、あとね、その、あの雑談編で前からうん、こんな話したいなとかって言うと、そのおすすめ の、はい、あのサイトとかサービスとか、うん、こうちょいちょい、うん、そうですね、こうそういうのってほら、なんかね、こう何十分かそのネタでっていうよりも、ちょっとこの間気になったので、こんなの今ありましたよとか紹介するっていうのも、はいはい、なんかいいかなと思うんですけど、ね、いつもどんなサイト見てますか、紹介するしたいのとかってなんかあります、うん、僕ですか、僕は、うん、まあ、ちょっと英語のサイトになってしまうんですけれども、英語、うん、英語って英語のサイトばっかりツイートしてるじゃん。英語しかなんかツイートしてないと言われますからね。僕、うん、外国の人かなと思うぐらい、ね、いやいや英語は得意じゃないですけどね。まあ、英語になってしまうんですけど、はい、まあ、もう英語だからっていうだけでとりあえず見ないっていうのはやめてもらいたいなと思ってはいるんですけど、うん、はい、今日の収録の中でね、うん、CMS の話したじゃないですか。はいはい、やりましたね。ワードプレスとかジューブラとかみたいな話しましたよね。はい、で、まあ、ワードプレスが今一番やっぱユーザー多いんでしたっけ、確か。うんうん、で、CMS の中で利用率ってやっぱ一番多いはずなんですよね。うん、で、まあ、被害に遭っているようなサイトもそれに応じて多いわけですよ。うん、プラグインとか、うん。特にプラグイン。特にプラグイン。うん、はい、どうしたんですか、急に。はい、あの古いのを使い続けててね。まあ、それは本編見ていただければいいかなと思うんですけど、で、そのワードプレスのに関する脆弱性の情報をどんどんポストして紹介しているサイトが、はいはいはい、ワードプレスのプラグインの脆弱性、プラグインだけじゃないです、はい、ワードプレス絡みですね、はい、にはあるんで関連してってことですね、そうですそうです、はい、うん、それが結構おすすめかなと思ってて、うん、いいですね、で、まあ、攻撃の仕方が公開されてるよとかっていうのはそこにもたまに載ってたりとかするんですよね、じゃあワードプレスを使っている人はそういうサイトを見てチェックしておくといいよと、そう WP、まあ、ワードプレスですね、 WP、うん、バルネラビリティデータベースだったかな、うん、そういう感じの名前のサイト、なんか出るんですね、ここには出ない、はい、多分ここには出ないですね、この下に、はい、下の方に出ると思うんですけど、はいはい、それは結構おすすめ、なかなかいいですね、それ RSS だけで読んでるだけで、あ、なんか脆弱性出てるなっていうのを分かると思うんで、最近というか僕らさ RSS 仲良くっていうか仲良く、うん、RSS はお友達じゃないですか、うん、こう日々見てるじゃないですか、なくなったら死んじゃうかもしれない、最近 RSS 見ない人多いじゃないの、いや、うん、と思います、どうやって新しいサイトチェックしてるんですか、サイトとか更新 Twitter とか Facebook とかじゃないですか、うん、見逃しちゃうじゃないですか、その他のサイトは Twitter とかでこう情報流れたりしないですか、あ、出てたと思いますよ、多分僕でもどっちか Twitter の方が見逃しますけどね、いや僕もそうなんで、うん、あの RSS の方が割とこう網羅的にチェックできるので、ツイッターはこうどっちかというと補助
でその今流れている情報をチェックするときにはツイッターで、はい、あーそうですね、検索とかにも結構向いてますしね、うんうん、であの日々のウォッチは RSS っていう感じで使い分けてるんですけど、うんうん、いやでもね普通の人はもうだいぶ RSS 使わなくなってるんじゃないかって気がしてるんですけどね、どうなんでしょうね。ちょっとエンジニアを対象にしたらまたちょっと変わるかもしれないですけども、一般の人はね、やっぱり一般ではもう RSS は一般だとあのニュースアプリで見てるのかな。あ、それはあるかも。スマートニュースとかグノシーとか結構今そういうねキュレーションメディア的なものが結構流行ってますからね。そっちだというか、残念ながらキュレーション系のそのアプリは、うん、あのこういうあのテクノロジーに特化した話ってそんなに上がってこないんで、うん、やっぱりあの見てるところはちょっとみんなと一緒みたいになっちゃうかな。まあそれがいい点でもあり、うん、こうじゃ、まあ、逆に言うとそこに乗れば広まりやすいということですね。そういう話題になりやすいと。そうね。そうですね。難しいところですね。なかなかね、うん。難しいですね。なんかそのそこに乗るものがみんなが気をつけないといけないものであるとは限らないですからね。うん、確かにそれはそれちょっと怖いところもあるなと思いますね。うん、まあまあでもそういうね、はい、今のそのダブル。バルネアビディデータベースでしたっけね、はい、脆弱性の情報を出してくれるといいですね、うんうん、あとほらすすあの今ちょっとちょうど RSS とかの情報の話出ましたけど、はい、日々のねそういうセキュリティ情報、僕らあの今日の収録でもちょこちょこ言いましたけど、やれ脆弱性だのやれ攻撃がとかあるじゃないですか、はい、できればこういろんな人にそういう、 こう日々のこう、うん、セキュリティに関する情報を、うん、まあ見てなるべく見てほしいとか思ってますけど、はいはいはい、どういうサイトを見たらいいのかってなかなかねよく聞かれません。どのサイトを絶対言われますね、うん、難しい。どこのサイトがいいですかとか、どのここだけ見とけばってなかなかないでしょ、うんうん、僕ら いっぱい見てるから、うん、まあ、それもなんかさっきの500円と答えはもちろんないですし、ね、見やすいとか見にくいとか自分が欲しい情報があるないとかっていうのはあるん で、ね、あるんですけど、これさえ見とけばいいみたいなものってのは、まあ、銀の弾丸っていうのはセキュリティ対策にもないのと同じ で、ね、ないんですけど、でも今あげるならあげるならですね、今こういうのが結構専門家とかセキュリティ的な人が話題にしてる、気にしてるよみたいな感じの、はい、まあ、今日の話題みたいなのを見るんだったらいいかなって思ってるのは、はい、あ、そうですか、あのあれです、何でしたっけ、セキュリツイッターセキュリティクラスターのまとめでしたっけ、はいはい、これアットマーク IT で連載していただいてる、はい、セキュリティクラスターまとめのまとめっていうのがね、のバラバラのやつ、毎日の日々のそれですね、毎日やってるやつをまとめていただいたのを、あの毎月1回アットマーク IT で公開しているということで、それの元を見るっていうことですね。まあね、そんな見てる暇なかったらまとめのまとめの毎月のまとめだけでも、まあ、それでもいいとは思いますけどね。まずはいいと思うんですけど、でもやっぱりそのここ辺で多分出てます。ツイッター全部のセキュリティの関係の人の見る、はい、でまとめで見る、まとめのまとめってなると、やっぱどうしてもどんどんフィルターされていってるん で、ね、やっぱり自分の話題だとか気にすることとか興味ある関心事とかっていうのはバラバラなんで、最初は、まあ、ツイッター全部はきついと思うんで、あのまとめのまとめよりも先にまとめの方も一回ちょっと、まあ、1ヶ月ぐらいとかざっと見て、まとめのまとめにはこういうふうに乗る傾向があるのかぐらい分かるような感じで見ていただきたいなと思いますけどね。あれでもね、あのすごいですよね、毎日更新してますよね。いやすごいよね、すごい、よく続けてるなと思って、いや素晴らしい。僕もあの毎日、うん、ほら大体僕らはツイッターでリアルタイムに見てることが結構、まあ、リアルタイムとは言わないけど、うん、見てることが多いんで、まとめのやつだと 1日遅れじゃないですか。そうですね、うんうん、なんだけど僕このそれを見て前の日あった情報で、うん、自分がこうチェックしねしてなかったものとか、あ、僕もそう、そうですね、漏れてるものとか、うん、あ、こんなんあったんやみたいな、こんなんあったみたいな、はいはい、うん、だすごくね、あの便利に使わせてもらってて、どっちかっていうと、か僕はあのこう最初にこのなんていうかな、話題になったことがガーって書いてあるじゃないですか、はい、まとめって、うん、で最後にその他気になったこと、 あそこが結構楽しみなんですよ、そうそう、僕、うん、こんなのもあったみたいなね、そう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 、であそこバラバラでしょ、いろんなやつ話題があるんで、あそこ好きです ね、一般のこうニュースメディアっぽい話から、うん、あのその何セキュリティの専門家と言われているような人たちが、うん、ツイッターの中でこう、うん、議論してるとか、はい、なんかいろんなネタがこう入ってて、日々、ええ、あれ結構面白い、いいですね、うん、おすすめです、ね、あれおすすめ、おすすめ、うん、まずあそこ見てみたらいいかもしれないですね、うん、なかなか、うん、メギスさんはあのね、まあ、今ちょっと今さっき英語の話したんですけど、英語にあんまりその、はい、こうアレルギーがないっていうか、はい、抵抗感がないない人にはこうこういうのもあるよっていうので、ポッドキャストを一つ紹介しようかなと思って、はい、僕ちょこちょこ実は英語のブログでも実は紹介して書いててたびたび紹介してるんですけど、はい、あのほらポッドキャストって今辻リークス、この、はい、
ポッドキャストの元になってる辻リークスっていうのが、はいはい、今はなき今はなきで日本ってあんまりセキュリティのポッドキャストなくてな、ね、だからこそ辻リークスがすごく貴重だったわけだけど、海外にはたくさんあるんですよ、うん、ポッドキャスト。そうですね、うん、でその中でもセキュリティナウっていうポッドキャストを僕聞いてる、たまに聞いてる、うん、毎回は聞いてないんですけど、たまにね聞いてるんですけど、あのね、この後調べたらもう10年ぐらいやってるんですよ。えはあれすごいっすね。びっくりですよ。2004年か5年ぐらいからやってて、ほぼ毎週更新してるんですよ。毎週すごい、やっぱ驚異の、あの本当にこの業界驚異のポッドキャスト、長寿番組ですね。そうなんですよ。で、あの、まあ、毎回その、まあ、もちろん英語なんだけど、うん、あの2人のね、うん、あの1人専門家、1人は、はい、そう、あの非専門家みたいな感じで、うん、あのその週にあったニュースを、うん、かなり取り上げて、で1時間から長い時は2時間ぐらい喋ってるんですよ。すごいですね。聞く方も体力いりますね。うん、で、あのまあ質も量もね、うん、結構あって、あのおすすめ。うんうん、で何がおすすめかっていうと、あのやっぱり僕ら普段あのいろいろ幅広く見てはいるんだけども、うん、どうしてもやっぱ国内のに流れてくるニュース中心になっちゃうんだけど、はいはい、あのアメリカの人たちなんで、うん、向こうで彼らが見ているニュースっていう視点で見るとちょっとね違うことを取り上げたりするんですよ。で、まあ、大体は知ってる内容なんだけど、はいはい、あ、それ知ってるそれ知ってるって感じなんだけど、中にはえそんなニュース流れてたっけみたいなのがあったりとかして、面白いですね、うん、気づけたりとかするんで、あの僕はね、そこまで英語得意じゃないんだけど、英語 その練習も兼ねてヒアリングの分かんないこと結構あるんだけど、はい、まあ、聞いてるんですけど、あのそういうあんまり英語抵抗ない人は、うん、そういう海外 その情報源というか、うん、そういうのもちょっと聞いてみると、うんうん、面白いんじゃないかなと思って、ちょっとおすすめで、セキュリティナウっていう、うん、はい、大好きですね、それね、うん、ずっと言ってますよね、セキュリティナウね。そう、しかもその、まあ、ネギさんがずっと言い続けるぐらい続いてるってことですよね。そう、すごいですよね。だって10年続いてるんだよ。僕聞き始めたらもう5、6年ぐらいもっと前なんだけど、はい、なんでこう断続的にね、さすがに毎週ずっと聞き続けられないんで、ちょこ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 って聞いてるんですけど、なんかね、いつ聞いてもね変わんないんですよね。はあ、すごいですね。そんなにリスナーもすごいいるんでしょうね。いや、だから毎回質問もたくさん来てるみたいで、うん、2、3回に1回は質問、まるまる質問コーナーなんですよ。の回答コーナーみたいな。はいはい。ああいうふうにこうで、ここのあれもあると。え、なんか10年やるんですか。やりたいね。やりたいですか。10年続くかな。10年続いたらそれはすごいことですよ。まず1年そうですね、まず1年続けよう。今何ヶ月ですか。11月からでしたっけ、うん、11、12、12、今4ヶ月目です。はいはいはい、4ヶ月目、ね、だいぶ頑張ってますよね。まだまだ続けていきましょうよ。頑張りましょう、うん、とりあえず1年の3分の1が終わったことですね。そうですね、まあ、やっぱこういうの継続すること大事ですからね。そうですね、まあ、ちょっと10年はさ、すごくちょっとだいぶ背中遠いけど、そうですね、まあ、まずね、10年後はもしかしたら僕らスーツ着ているかもしれないです、ね、え想像できない。スーツ着てのポッドキャストしてるかもしれない。なんか通り越して塩ビ服みたいな着てるかもしれない。通り越しすぎやそれ。なんかここ短いやつあるじゃないですか。なんか指揮者の人にモーニングとか。そう、うん、それ偉くなってるってこと。偉くなってないやろうな。喋、うん、ること変わんない。絶対変わってないと思う。変わってないでしょうね、うん、このままでしょうね。顔が老けたぐらい。声がしゃがれてきた。10年後こんな感じだよ。とかも変わってないんじゃないですか。変わってないかも。いいですね。なんかトークショーができるセキュリティの専門家っていいですね。変わらず行きましょうよ。ああ、そうですね。うん、変わらず。10年後も。10年後も。うん、はい、まあ、とりあえず、ね、壮大な話になってきましたけど、はい、まあ、一歩ずつね。まあ、半年1年ぐらいを目指してこうやっていきましょうよ。10年後、セキュリティを取り巻く事情が変わって、今よりもみんながセキュアな状態になってたらいいですね。まあ、でも ね10年前、ね、僕らまあもう10年前ぐらいからやってますよね、うん、まあ、僕もっと前からやってますけど、うん、10年前振り返ってもね、まあ、なんかそんなに変わってない。10年前だ、2006年、変わってないかなってところは変わってないですよね、うん、あ、なんかそろそろボットとかが主流になり始めた頃かな、うん、そうですね、 RD ボットとかそんな感じの、まあ、うん、ですね、まあ、でもね、僕それってその、まあ、悲観的に見るっていうのもあると思うんですけど。悲観もしてないですよ。本当ですか、うん、あの、いや、そのこの10年が変われへんかったから、このこれから先の10年もってのあると思うんですけど、やっぱり人口が増えたでしょ、はい、ネットの、うん、はい、
当たり前のようになってるし、世界的に見ればね、うん、スマートフォンだなんだとかっていう、なんていうかな、攻撃者が目をつけるアタックベクターっていうんですかね、はい、そういう、まあ、アタックポイントみたいなものって、はい、確実に増えてるじゃないですか、はい、まあ、便利になればなるほど増えるっていうのがあるんで、うんうん、まあ、今日のね、その IoT からの話もしましたけど、ネットワークにつながる機械が、うん、機器が、うん、そのやっぱりこう今って過渡期なんかなっていう気もこのところね、はいはい、そのそういった、まあ、セキュリティっていうのを考えていけないよねっていうのが当たり前の人たちの、うん、当たり前なら当たり前ですよっていう教育を受けた人たちが、うん、そういうネットの世界に出てるんじゃなくて、もう急にもそういう世界が来てしまったみたいな、要は放り出されたみたいな感じのところがあって、まあ親の世代とかもこう子供がやってることが分かんなくて右往左往してるような状態だと思うんですよ、うんうんうん、これなんかある程度いったらなんかこうわざわざ教育とかじゃなくても生活の一部になっていくと、もしかしたら今までの10年と今後の10年後っていうのを見たときに、意外と10年後の方の人たちは体制がもっとついてるかもなというふうにも思ってるし、そうしていかないといけないなとは思いますけどね。確かにこうそういうのになっていく人たちのこうバックグラウンドっていうか、こうだいぶ変わってますよね多分ね、今育ってる子供たち大きくなってくると僕らの頃と全然多分違うから、うん、ね、ネットワークとかに対するこう付き合い方とかもまるで違うし、うん、セキュリティに対する考え方も違うからね、うん、変わってる可能性ありますよね。あとはシステムとかテクノロジーが解決してくれるものもたくさんあると思います ね、 そ, うですよね、それもありますよね。あとそのさっき、ね、そのネガティブじゃないって言ったのはその、うん、なんとなく状況そんなに変わってはいないなと思うんだけど、うん、その例えばネットワークの安全具合とかさ、うん、その例えばマルウェアの流行り具合とか、うん、はいはい、攻撃のねこう起こり具合とか、うん、変わってないような気もするんだけど、でも変わってないっていうのはその 何もしなければもっとひどかった可能性も結構あるわけで、はいはいはい、結構頑張ってみんな頑張ってきたから今こういう感じでね、うん、何もしなかったらもしかしたらもっとひどかったかもしれないと、そうそうそうっていうのはあるかなと、うん、まあ、まあ多少なりともね緩和はできているとは思いたいですね、うん、で今言ったみたいにいろいろねその技術的にもそのネットワークのあのなんだろうインフラ的にもね、まあ、過渡期的なのもあるんで、うん、まあ今まではそうだったけどこれからが同じとは全然限らないし、うんうん、まあ、そういうのはあるかなと、ね、うん、はい、まあ、どっちみち、まあ、またもうちょっと僕ら頑張らないといけないですね。まだまだ頑張りましょうよ、まだ、はい、若いもんにはみたいな、まだ曲げてへんでそんなこと言う年になったんやなと最近思いますよ、うん、本当。いきなり新規臭い感じ。いや全然新規臭くないですよ。なんで年を取って。まだこう頑張っていただかないと。いやもう全然もう。頑張りましょう。はい、ね、必要とされればね。ね、はい、されてますよ。どこでも。うん、どこでも。まずはね、はい、大阪福岡。あそこね。うん、あ北海道にもロケ行かないといけないなって話前回してましたよね。そうだよね。まだ呼ばれてない。行きたいですね。いつでも呼ばれる。いやでも、ね、この動画もそうだし、セミナーとかでもそうだけど、はい、やっぱりほらあの、まあ、専門家の人だけじゃなく、はい、専門家でない人にも、うん、ね、ここのコンセプトが分かりやすく、うん、楽しく伝えるって、うんうんうん、はい、ね、これはこうなんだろうな、僕はこうライフワーク的にこうやっていきたいなっていう感じはしますけどね。まあ、やっぱセキュリティの話聞いた後なんかこうドヤーンとしたりとか、うん、暗くなりますよね。そうそう、なんかマイナスじゃなくて、危ないから気をつけなあかんな、対策を考えて打開策をと思いながらセミナーに参加して帰るときにはなんかでもやっぱまたへこんでくるみたいな、へこんだあれもができてない、うん、これができてない、よく言ってるよね、こうね、そういうふうにならないようにしようってね。嫌なんですよ、なんかもうちょっとでも宮田さんもさ、よくなんかこうさ、セキュリティの話だとさ、こう人生終わったみたいなこと時々違う、それはネットワークというよりはどっちかというとソーシャルエンジニアリング、そっちですよ。一緒すぐなんかもうわーみたいなこと言うけど、でもやっぱりテクノロジーが進化することによって新しい発見とかもどんどん出てくるはずなんで、うん、そのあたりはすごく期待してますね、うん、本当にそれこそネットワークをフル活用して今までできないようなことができる世界に、うん、子供たちとかがなってくれるといいなと思ってますけど、ね、なんか何まとめに入ろうとしてるの、うん、まだまだどんどん話していたいですよ。話が噛み合ってない感じで、うん、感じはしましたね。まあまあ、はい、まあ、セミナー頑張りましょうと。セミナーね、はい、そうですね、はい、セミナーで来た人にがこれを見てて、うん、直接何か伝えられたら嬉しいですね。いいですね。あれ見てますよみたいな、あれ見てますよみたいな、あれですかみたいな嬉しいですね、うん、そういうのね、うん、そういうのもあるといい。確かに、まあ、ツイッターとでも反応も嬉しいですし、うん、ね、ブログに書いてくれるのもさらに嬉しいですし、うん、セミナーに来て感想を言ってくれるってもいいですね、うん、怒られたら嫌やなと思いますけど、ね、怒られはしないでしょ。しないですかね。
頑張ってください、まあ、気軽に話しかけていただきたいなと思いますね、はい、嬉しいですね、そうですね、うん、頑張りましょう、はい、はい、そんな感じでですか、はい、よろしいですか、はい、よろしいですか、ということで、うん、セキュリティのあれ番外編、うん、番外編じゃないです、雑談編、雑談ね、強い人気があるんですよ、雑談編にしては結構真面目すぎませんでしょ毎回、うん、いや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 、そうですか、うん、こんなもんですよ、僕ら普段の会話こんなんですよ ね、いや、え、あ、そうそうそうそれ笑うとこ、うん、そうですね、ということで、また次回、はい、こんな感じで、ゆるーくやっていきたいと思います、はい、本編の方もぜひ、はい、いいねをつけたり、うん、RT をしたり、うん、隣の人に宣伝したり、はい、していただけると、ええ、みんなが喜びますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、はい